山内包つみも、山内包つみくから1923年2月5日は、江戸時代の幕臣、明治時代の官僚、別名、六三郎。県王施設の写真スフィンクスの肩に乗っているのが、山内。江戸において、旗本、稲氏家臣の山内豊樹の三男として生まれる。天保14年8月、7歳の時に、父が仕えた稲藤とを見守るが、 京都の東町奉行を命じられたため、家族一同で上京。京都時代に、千代院で、父の友人の画家、霊勢ためちの弟子になり、画を習う。江戸に戻って、霞ヶ関の裏の潮見坂の小前山と守るの、邸内に住む。ここで知り合った、農薬者に、農薬者になることを勧められ、毎日声を張り上げて歌っていたところ、声がしゃがれて出なくなり、 開業したばかりの林道会のところに行くと怒られ、農薬者になることを諦める。15歳で、桜の母片叔父である佐藤大善に学木として入門し、洋学者の道を歩むこととなる。大善のもとで、調合制約、講義書の書き取り、手術の手伝いなどをしながら、乱学を始めた。この時期の様子は、柴良太郎の小説、古町の夢に描かれている。 文久三年、建仏施設、池田長髪に随行。慶応三年、パリ万国博覧会に派遣された徳川秋武の通訳として随行する。帰国後の函館戦争では、遠跡である榎本武明の初期官、通訳として、林忠と共に軍に加わり禁錮されるが、頭脳明晰さが黒田清隆に認められ、解放後に開拓誌に登用される。開拓誌では、 コロナイタンの開発にも関わった。その後、工部省、農省務省、定心省を経て、1890年鹿児島県知事に就任。1896年から1897年、明治30年まで初代八和田製鉄所長官を務めた。大正12年2月5日即居。墓所は、染井霊園の1マイナス1から19で、 孫の山内康彦の墓所案内標石がある。この五輪塔型の墓石は、父、豊城のもので、1909年に新宿区副町の自称院から改装された。ありがとうございます。